きてくださいませ。朝ですよ。お願いですから起きてください。だから起きてくださいと申し上げましたのに。これをお持ちください。食堂行くべ、食堂。今から？ん？どうした？いつもはそうだけど、今日は図書室。なんだよ、その意外だなって反応は。練習の役に立つ資料がないかどうか調べに行くんだよ。科学的理論に基づいたスポーツの捉え方ってのは鍛錬には必要不可欠なんだ。じゃあね。往来の真ん中で考え事とは感心しないな。危険だぞ。何を考えていた？試験勉強のことだろう。そうだな、そうに違いない。案ずるな、私がついているからな。遊技場だな。ない。そこでは葉月が時々騒がしい小学生たちと遊んでいることがある。確かにいろいろ技術は使われているようだが、どうした？遅かったな。機材を運んでいる。手伝ってくれ。
何をしている？早くドアを開けないか。そうだ、パソコン、ビデオ、その他周辺機器、まさか。さあ、運べ。みゆき、これで終わりだ。車返したから。すまん、止められなかった。すまん。線引いたところだけ暗記しろ。あとは印がついている例題だけ解けるようにする。それだけできたら試験はクリアできる。簡単だろ。感謝しろ。おお、一教科分だけでいいのか。追い出したら残りは知らんが。ボーイ、この僕についてこられるかな？おむすび1個ね。足りなかったらケイちゃんのお弁当もらうね。私、週の半分はお弁当なのよ。ああ、それはそうな。このプリティな彼女くんと仲良しだね。とりあえず名前と住所と電話番号とその他もろもろ教えてプリーズ。はい。なんだよ、せっかくお近づきのチャンスだったのに。
やあ、来てやったぞ。なんか悪いね。でもさ、今下手になんか言うとテストが。ほら、今日の分だ。あやめ、いらっしゃいませ。さて、昨日のうちに準備は完了しているからな。うまく装置が動くといいが。うん、センサーの具合もいいようだ。ではしばらくそこでじっとしていてくれ。データ…はい。おい、面白い話仕入れてきたぞ。へへ、聞いて驚くなよ。最近町に怪人が出没してるらしいぜ。隣のクラスの女の子から今朝聞いたんだ。何でも黒いコートに身を包んだ身長2メートル以上もある男が夜の街を歩き回ってるんだとよ。んなことないって。リエちゃんはつまんない冗談言うような子じゃないんだから。こいつはちょっとしたミステリーだぜ。な、何者だと思う？その怪人。なんでそう思うんだよ。お前、ロマンのないやつだな。せっかくのネタなんだぞ。そんなオチじゃ面白くないだろ。またなんか続報あったら持ってくるからな。それまでにもっとすごい正体考えておくんだぞ。怪人の話、身長5メートルもあんだって。口から妖怪液吐くらしいわよ。こんちは。
やあ、どうした？失礼する。お邪魔します。おお、やる気だな。では今日はこれだ。あやめ、もう少し動かないでいられないだろうか。はい、でも。そのままだとどうも数値が安定しない。そうですか。あの、私、お茶を出しませんと。いや、それはいいから。あの、実はずっと座っていると足がしびれてしまうので。はい、式。おはようございます。お待ちください。道中安全をお祈りいたします。お無事にお帰りくださいませ。まだ治っていないのか。不便極まりないな。そうだったか。あまり過去は振り返らない主義だ。もういいじゃないか、そんなことは。楽しんだだろう。さて、私はそろそろ失礼する。そうだな、屋上だな。あそこは邪魔が入りにくい。
はお米が切れてしまいましたの。お味噌もあと少ししかありませんわ。いってらっしゃいませ。どうぞお気をつけてらしてくださいませ。全然、ちっとも、全く似てなかったよ。まだ10分しか経ってないから、大丈夫だもん。そうだけどさ、ほんと、さなえって心配性で参っちゃうよね。もう、あさみ大人なんだから、ほっといていいのにさ。でも、行き先が分かってれば何も言わないんだよね。さなえって、そこんとこがちょっと分かんない。そうなんだけどさ、いちいち報告するの面倒なんだもん。兄ちゃんもそう思わない？子供じゃないんだから自由にさせてほしいよね。いつ兄ちゃんとサナエに言えない場所に行かなきゃなんなくなるかわかんないのにね。あれ、あやめだ。なんだ、兄ちゃん一緒だったの？でも大丈夫なの？あやめじゃないって？後輩だけど。恋人？いいえ。なんだよかった。でも本当にあやめじゃなかったんだ。え、あやめさんのことを知ってるの？この子確か。違うよ。私の家で宿題を教えてもらってて。苦しそうですよ、彼女。
もう他にあゆめさんのことを知ってる人はいませんね。さなえも知ってるよ。ねえあんた、あやめの何なの？あんたじゃなくて朝霧みなみよ。じゃあみなみ、あやめとどんな関係なの？子孫？じゃあ、この前のは何だったの？乗り移る？あやめが南に？できるの？そんなこと。できるんだ。本物の幽霊みたい。あやめって誰にでもそれできるの？うん。本当？みなみはその時どうなってんの？眠ってる感じかな。すごいね、そんなことできるんだ。今度見せてね、乗り移るとこ。いつあやめのところ行くの？試験が終わるまでは行きません。試験っていつ終わるの？ねえ、いつ試験終わるの？7月16日まで。あの部屋からあやめ外に出れないんだね。兄ちゃん、試験勉強の邪魔しないから時々遊びに行っていい？よかった。じゃあそろそろ早苗のタイムリミットだからもう行くね。いい子ね。来たぞ。大丈夫か？ごめん、
やっぱ迷惑かけてるね、みゆき。ごめん。ブレーカーが落ちてしまったな。みゆき！みゆき、頑張るのもいいけど、ほどほどにね。わかった。いや、今日はこのくらいにしておく。正しいデータが取れなくて思案していたが、どうやら電源系に問題があったようだ。あ、そうそう、みゆき、ここの問いさんなんだけど。それか。そうだな。そういえば、今日使う参考資料をまだ渡していなかったな。これだ。サンキュー、みゆき。しっかり覚えるように。